こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。かみこちゃんを飼い始めてから長期の旅行はあまりしていません。だいたい一泊二日なんですけど、旅行に出かけるときには早朝念入りに水槽掃除して、いつも以上に。で、餌をちょっとだけ多めにあげていきます。かみこちゃん、あ、スルスなんだけど、お留守番して待ってくれる？ねえ、もう眠たいね。いつもスローだし、もっとスローになってるね、動きが。ちゃんと留守番して待っててね。